とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン11、ラストだと思います。今日が最後になると思います。残り1日と5時間ですね。頑張って20周、最後だと思って回ってきます。いいのが出てくれればいいんですけども、行くぞ。持ち込み大成功。もう失敗することはないね。100% 成功します。一発目どうでしょうか？お、あ、一応さ、ま、ポーションバリアと、もともとクールダウンついてるので、いいですね。で、一番左に大連がついてるから、俺の好みではある。でも、大連とね、雷フォーカス一緒に使いたいんだよな。惜しいね。次。リフレッシュが1ですね。まあまあまあ、とりあえず、そこそこいいやつからスタートしました。では、残り19回、頑張ろう！ 2 周目。リフレッシュ1か。リフレッシュ1だな。おいおいおい、またこれが出た。黄金がちょっと悪い感じになってるね。では3周目行きましょう。どうだ？無謀3か。でもまあ3が出だしてはいいよ。無謀3ね。悪くないやつがついてる。おうおうおう。クリティカル3か。まあ。いいんじゃないでしょうか。これ自体は良くないけどね。次に期待しましょう。どうだ？またリフレッシュ1がついてる。ダメ。これもよろしくない。影！クールダウン、ポーションバリアつかないね。微妙だな。お願いします。おっと！来た！来たよ！フルメタル、フルメタル来ちゃった。まあ、その前に月のダガーだね。クリティカル2か。2だね。いい。フルメタル、クールダウン、ポーションバリア両方ともなし。惜しいね。無謀は良かったよ。無謀フルメタル欲しいんだからね。無謀1か。3だったら良かったね。惜しい。どうだ？物はすごく悪くないよ。物はいい。エンチャントがね、2つはいい。虚無と、リフレッシュいいんだけども、旋風はいらないな。タイタンどうだ？今日防具にね、クールダウン、ポーションバリアつかないかな。ポーションバリアついたか。クールダウンがつかないね。バーストゲイル。一応、使える。クールダウン編成プラスの、虚無だからいいよね。一番左にバーストボーストリングあって、黄金が弱体化とかだったら、よかったかな。悪くなさそうだよ。一応、OK。どうだ？物はいいね。物はいいね。でも、クールダウンが今日ついてくれないんだよね。ほら、クールダウンが今日はね、つかない日なんだろうな。物はいい。物はいいんだ。どうだ？ま、これは、違うかな。エンチャント良い。エンチャントは良いよ。ダイナモト重力いいんだけども、260。次行きましょうか。どうだ？おっしゃ来た！ちょっと待って。骨コンボは、惜しいな。黄金が良くないね。下は、でも、これ重力いらないのかな？これ重力はいらないのかな？まあいいや。とにかくこれは微妙でした。どう？やっぱクールダウンがつかないんだよな。無謀ついてくれてる。クールダウンがつかないね。難しい。
お、ダイナモ3。あ、よくない？ダイナモ3でしょ？で、リフレッシュ、虚無重力選べるよね。で、クリティカル、ガードストライクも選べる。あ、悪くないかもしれない。ダイヤモンドのツルハシは DPS が結構高めだったんで、いいかもしんないね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいんじゃないですか？これが10回目でーす。今日調子がいいよ。お、達人が来た。達人来た。でも、防具には相変わらず、クールダウンついておりませんね。達人、頼む！惜しいね。惜しいね。まず、リフレッシュ3だったらいいし、下は、うん、ダイナモ重力ついてていい。一番右に、虚無が行って欲しかったかな。あ、惜しい、惜しい、惜しいよ。では、あと10回、行きましょう。お願い。これは？あー、まあ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 。263のさ、クールダウン4とか激アツだよね。まあまあ難しいだろうけどね。どうですか？あー、まあまあまあ、バーストゲール今日なんか出るな。さっきとほぼ変わんないじゃん。うん。ほぼ変わんない。クールダウン編成プラスの、虚無だね。うん。これだったらもう、最高のね、ウィンドウも持ってるから、そっちの方使うんだけど、あー、プラスアルファね、なんかあればよかったけどね。はい。あとはもう、ノーマル品ですね。次行こう。今日調子いいんだよね、調子がいい。防具が来てほしいな。うん、武器と弓はなんか出るんだけど、防具を出してほしい。うん、あー、ダイナモのみか。ダイナモのみですね。無限ダイナモはできない。こっちは？あー、うん、まあ、無限ポーションバリア。あー、いけるにはいけるけども、輝くローブでは使わないかな。なんか波な感じだね。おー、悪くはないかな。いやいや、使わないよ、使わないけども、エンチャはいいやつがそこそこついてるね。どうでしょうか？あ、サンゴ。サンゴもね、ちょっと強いのを探してみたい気がするけども、難しいんだろうな、サンゴはね。ダイナモのみか。どうだ？マウラーズ。ちょっと微妙なところかな。ウィンドウォー。ついておりません。超もう微妙。もう少しかな。もう少し頑張りましょう。なんか昨日に引き続きささやくじゃなくって幸運が出る気がする。幸運多いね。はい、ささやくの方が欲しい。あー、255か。はい、ではあと4回ぐらいか。頑張ります。どうだ、真ん中のシュルカーはワンチャンある。あ、クールダウンついた。今回初めてついたかもしれない。クールダウン初めて。どう、こっちはつかないか。スポンジ、あー、痛みがついてるね。はい、では残り3回いきます。ラスト3。おっしゃ、さよ、星夜、最高のやつ、お願いします。痛みはいらん。俺、痛み嫌いなんですよ。あ、でも星夜にはまあいいかな。星夜にはまあありか。でも、2だもんね。もうやるんならもう3にしてほしい。HP 減る。数値一緒でしょ確か。いやー、下は惜しかったな。ダイナモとさ、リフレッシュついててよかったけど。はい、惜しい。残り2回、ラスト2回。
やっぱり誕生終焉の方がいいんだよな。あの1でいいから吸血がついてるあれ、やっぱり吸血いいんだ、すごい安定するもんね。よし、じゃあラスト行きましょうか。ラスト行こう。ラスト、まあ心奪うものでもそこそこいいやつ2つ持ってんだな。ダイナモ付きはちょっと欲しいところ。どうだ、あー邪悪な村人特攻か。下はまあ悪い感じじゃないんだけどね。黄金をダイナモだったら嬉しかった。嬉しかったね。はい、ということで、今回は意外といいのが出た気がするね。やっぱりね、タワー終了間近になると残り3日とかになるとなんかいいやつをね出すような気がするんだよな。最初のうちはあんま出ないよ。最後がなんかいい気がするんだよね。はい、まあ、とりあえず、タワーシーズン11もう終わりますね。12が始まります。そっちも頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。撮影はしてなかったんだけども、昨日の夜、めちゃくちゃいいのが出たよ。黄金爆発、ダイナモ、虚無、リフレッシュ。これはいいでしょう。